一息つけそうだね。ところでアルフェ、婚礼の儀についての情報収集は進んでいるのかね。ああ、みんなに協力してもらっているおかげで。それはよかった。ただ結婚全般についてとなると、確かに婚礼の儀の後の方が必要なものは多すぎ。家か。結婚したらやっぱり必要になるものなのか。必須ではないが、一般的にはな。事の発端となったシオンが温かな家で暮らしたいと話していただろう。あのように考えることは。そういうものなのか。そういうものらしいぞ。だったら今回は結婚後に住む家について情報収集してみようかな。よかろう。そういえば以前に、結婚とは終着点ではないとドラシンが言っていたな。え、そんなことを言うってことは。ああ、そうだ。先達である彼に相談すれば。分かった、行ってみよう。よく考えてみれば、婚礼の儀自体よりも結婚後の生活の方が重要なのは当たり前だな。婚礼の儀は短い時間で終わるが、生活はずっと続いていくものだから。そうだな。情報収集のしがいがある分野と言えそうだ。おや、皆さん。相談したいことがあるんだ。ドラシンは結婚してると聞いたから。以前結婚後の生活の重要性に関してアルフェンがその件について聞きたいというので出向いたのだ。ほう、それは重大なご相談ですね。もしこれからご結婚ということであれば、ま、あ、いや、
別にこれからすぐ結婚するとかいうことではないんだ。なるほど。そうであっても、ご自分ならどうするかを考えると、将来この町で暮らしたいのような展望は特にはないか。そういえばシオンは以前、シスロディアの雪は落ち着いてみる、他にはガナスハロスの気候は好きかもしれ。そうなのか。シオンはシスロディアやガナスハロスに住んでみ、あ、いや、今のはシオンはそうなんだな。もちろんそうだろうとも。どこに住むか強いご希望がないのであれば、ここに住むかもと先入観を捨て、あちこち見て回られるのがいいですよ。ありがとう。あちこち見て回るか。ブレゴンにも相談してみるよ。ええ、そうなさってください。結婚やその結婚生活は長い旅のようなものですから、よく話し合い理解し合うことが第一です。幾分本題から話が逸れてきたようだな。それにどうも長くなりそうだ。いや、カガリたちの婚礼の儀でティオハリムがした挨拶はもっとずっと長かったけどな。ああ、失礼しました。先を急がれますよね。まだお伝えしたいことはあるの。助言をありがとう、ドラシン。続きはまた今度改めて聞かせてもらうよ。雪に耐えるためシスロディアの住居はがしっかりしている。それは良い点だな。家の構造なんて。何？住む場所を探し、正確に言うと結婚についての情報収集の一環として。難しくてよくわからんが、アルフェンがここに住んでくれるっていうなら大歓迎だ。そう言ってもらえると嬉しいよ。だが知っての通り、ここは住むには、まずこの国は他国に比べてダナ人同士の揉め事が、ああ、解放直後より良くなってきているとは思うが、もう一つはこの町が基本的にレナ人の立ち入りを、アルフェンの元にはレナ人も多く訪ねてくるだろう。そうか、俺を訪ねて。最後の問題はシスロディア全体の土地が食材確保に苦労するので、食うに困るほどじゃないが。では極度に消化の早い人物がここに住む場合、俺もそう思った。俺は快適だとしても、他の町を見て回る際も、どう、話を聞かせてくれてありがとう、ブレゴン。今は本当に住む場所を探しているわけじゃないが。な、またいつでも相談に来てくれ。それにしても情報収集とはいえ、アルフェンが家探しか。私の予想通りなら。いや、ありがとう、ブレゴン。さて、それでは次はペレギオンへ行くかね。私、そうしよう。あちこち見た方がいいと言われたしな。部内に相談してみようと思う。シスロディアに行った。
ことで住まいの条件が一つはっきりしたのは良かったな。このまま様々な場所を視察し続ければどういった場所が最…おや、ちょっと相談したいことがあるんだ。もし相談くらいいつでも聞こう。1年前あなた方は私たちに人として最も俺たちは手助けをしただけさ。取り戻したのはあんたたち自身。そうだとしても恩は変わらない。将来落ち着いたら定住する場所を検討しているんだ。どこがいいかと各地を回ってみている。それでペレギオンはどうかと思って。今すぐではないにしろ、あなたが落ち着ける状況というのは。しかし住む場所となると、ここは美しい町でレナ人には暮らしやすいようだ。それにあなたに反発するレナ人も多いだろう。今度は俺にとって暮らしにくい場所ってことか。町が綺麗というのは綺麗なものが好きな人にとっては重要なことなんだろうけどな。グナイの言う通り、今のペレギオンは住みよい町というには程遠い。だがいつかは誰にでも胸を張って居住を進められる町にできるよう努力し、できることなら君が本当に住居を決める時期までに間に合わせたいものだな。私もそうできるよう力を尽くすつもりだ。あなたたちは以前、誰かのものを力ずくで奪おうとする者と戦うのだと言っていた。そうだったな。そして人が憎しみ合わずに住む社会を作る手助けをしたい。あなたたちは私の信頼に応えてくれた。この町をあなたやいずれできるあなたの家族にも安心して暮らしてもらえる場。分かった、信じるよ。俺の個人的な目的のためではあったけど、今回ペレギオンに来てよかった。グナイやティオハリムとこういう話ができたから。さてこの次はどうするかね。ミハグサールまで足を伸ばすべきか。あそこは緊張した状態が続いているから俺の個人的な相談どころではないよな。あちこち見ると言ってもニズは除外するしかないか。バエフォンにも迷惑がかかるだけかもしれない。ニズとは交易や情報交換で連絡を取り合って、機会があればあなたが自分自身の将来について考え始めたようだ。あまり大げさに伝わらないようにしてくれると助かる。では次はビスキントに戻ってみるか。誰に相談するのがいいかな。キサラの友人のラギルはどうだろうか。ドラシンとはまた違うし。そうだな。それじゃ、もし ビスキントも住むにはふさわしくないとなったら、もう候補になるような町は少ないな。家探しがこんなに大変だとは知らなかった。今回体験できてよかったよ。状況は刻々と変わっていくものだ。今回が大変でも次も必ずそうだとは限らないぞ。それにラギルは頼りになる相談相手だ。何かいい情報をもたらしてくれるのではないかな。ラギル、忙しいところすまない。あら、私に相談だなんて嬉しいわ。でも何ですって、住まいだっ俺というつもりだけど、いつか旅を終えた時に腰を落ち着ける場所はどこがいいか、あちこち見て回っているんだ。へえ、そうね、確かに
リスキントは住みやすい街、でも近頃は人も増えて街中は手狭なのよね。ビスキントは人気すぎて難しいってことか。でもメナンシアに住むならビスキント以外にも選択肢はあるわ。例えば町を出たトラスリーダ街道あたりに。町の外？それは思いつかなかったな。すごく素敵な場所があるのよ。今はそのあたりに巨大なズーグルが住み着いちゃってるけど。ならばその場所を見に行くついでに。そうしてくださると私たちも助かります。わかった、任せてくれ。ありがとう。それじゃ、他のところで勘違いならごめんなさいね。もし結婚に伴う転居なら婚礼の儀のブーケは私にちょうだい。キサラにも教えたけど、あれを受け取れないと一生結婚できないらしいのよ。その怪しげな噂の出所は君だったか。さあトラスリーダ街道のズーグルを討伐しに行こう。今後開拓が進むであろう大切な土地だ。危険は排除しておかねばな。どんな出会いが。ズーグルだろう。いや、そのもっと先の。野宿も一人でないなら悪くないわね。あいつじゃねえか、ラギルが言ってた巨大なズーグルって。そうみたいだな。よし、片付けるぞ。気を引き締めろ。合流。守るだけじゃないぞ。私の手が必要か。撃ち込め。撃ち込め。やったよ。今が攻め時ね。撃ち込め。まだまだ。撃ち込め。撃ち込め。使用。バッテンデン。ここまでだ。硬いやつだ。俺の進化って。あの突進致命傷になりかねる。それを防ぐのが私の役目です。怒り心臓のようだな。みんな炎の剣を使うぞ。はぁ、蒸発しろ。ルナトラスタ交流エキスはここだ。決めて。リュウハイム、ポーハ、ジュウオジ。ラギルの言う通り、なかなかいい場所だな。景色もいいし、落ち着く感じがする。気に入ったようだな。私もここはアルフェンたちにふさわしい場所だと感じる。ああ、ここなら朝起きて。景色を見ながら伸びをして、今日も一日頑張るぞと思えそうだ。それは重要なことだな。ではビスキントに戻ってラギルに報告するとしよう。ズーグルを退治してきたぞ、ラギル。お疲れ様。それで場所はどうだった？ああ、いいところだった。あの場所で楽しく暮らす自分を想像できたよ。そういうのが暮らしやすい、自分に合った場所ってことなのかもな。いつか結婚し本当に家を探す時が来たら、今回の学びを生かして探すのは。ああ、家なんて屋根と壁があればどこにあろうと一緒かと思ってたが、そうじゃないと分かった。それは当たり前だろう。気に入ってもらえたようでよかったわ。
もし本当に住むつもりなら、また声をかけてちょうだい。家自体も重要だから。間取りとか壁の色とか屋根の色とかね。ありがとうラギル。一人で住む家ではないがゆえに考えることも多くなるな。町を巡る間、思いを馳せていた相手がいたようだったが。俺は何も知らないから、まずは情報収集で一般的な結婚について知れればいいと思っていた。でもそれじゃダメで、もっと相手のことを考えろって人たちもいた。だから相手のことを考えながら情報収集をしたつもりだったんだが。そうか。だがどんな知識も経験も無駄になるということはない。今迷ったり悩んだりしていることも、より良い将来を見つけるために。そうであればいいんだが。将来についてまだ君は考え始めたばかりだ。焦る必要はないさ。デュオハリム、ありがとう。家を決めるって、未来の自分の暮らし仕方を送って。具体的に決めるってこと。どうなんだ。な。将来について具体的に考えるのは大切なことだ。毎月の経費を考え、1年後の貯蓄額を算出するとかな。キサラは将来設計、細かいところまで完璧にやっていそうだよね。雰囲気が変わった。油断するな。
すぐに行って。ああ、頼りっぱなしになりそうだ。邪魔をするな。あがくがいい、私の子が必要か。こういうエクサス。大幅。敵を引く。こっちの番だ。相変わらずの手入れ。そうか、変わってないのか。だって前からよかった。シオンに気を使わせるなんて上出来ね。何かに使えそうだな。足らない相手だったわね。その調子なら休憩のみで食事は必要なさそうだな。強敵だったわ。すぐにでも栄養を摂取しないと。では良いところで食事としようか。邪魔よ。私に任せて。爽快を作る。行くわよ。それでは戦争ライバル。大丈夫よ。やる
するしかない。気を急ぎましょう。警戒しながらね。傷はないな。邪魔をするな。倒れろ。これで終わりだ。傷を負ったらすぐに行って。ああ、頼りっぱなしになりそうだ。そうだな。これに任せてくれ。はい。
止められたか。任せたぜ、キサラ。言われるまでもない。その背中、頼もしいわね。風に乗り、こういう連結だ。次も頑張るよ。全力で行くぞ。交流連合だ。精霊力を。また来る。力の差も測れなかったのね。負けねえって。ところ運がいいな。
ずじゃないわ。助かったよ。今さらでしょ。だとしてもなんて速さだ。この足強いね。私は絡む。できることを全力でやるまでだ。あまりにも走り抜けよ。小物に近づき切り開く。はっ、支援しよう。これが俺とシオンの力だ。あなたに力を託したこと、良かったと思っているわ。これからもそう思ってもらえる。さあ行くぞ。さあ挑発しろ。攻防に変化だ。硬いやつは任せろ。俺の真骨だ。シオンの強さ。攻防に変化だ。交流レンガ絡めとる。マグナレイ、みんな炎の強みを使うよ。買い物を叩いてやるぞ。やらせない。攻撃に出る。終わりよ。生命力全開。見つけ。今のすごくいい感じだったね。一人よりもずっと力が出るわ。なんだか嬉しいな。絡めとる。カンテリーパーカー。大旗。はい。
私も変わらない。手伝うわ。楽勝だったね、フルル。出し切れたか。ええ、会心の一撃だったわ。シオンの力と合わせだから震える力だ。あの光ったやつ、油断しないで。言われなくてもバラバラにつける。倒そうか。また行ける。私のために治療したんじゃないわ。ああ分かってる。この動きを封じてやろう。おやじつく交流連下さ。今だよ。これで終わりだ。今回も勝つことができたな。ありがとうシオン。大げさよ。
それを言うなら私だって。すまない、声が小さくて。ここは抜かせ。囲まれたか。あがくがいい。こういう連携だ。このままいくわ。あんまりやったら任せろって。俺の真骨だ。燃やし尽くす。よし、なんとかいけそうだな。やが小物に時間はかけてられないわ。傷を負ったらすぐに行って。ああ、頼りっぱなしになりそうだ。風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。風に乗ってひとっ飛びだった。飾り作りに必要な素材。全部集まったよ。よし、それじゃあダナの女の子のところへ戻ろう。
言いたいことがあるならはっきり言えば。どうせあなた二人一緒にいたんだね。ちょっといいかな。私さっき綺麗な素材を見つけたんだけど。装飾品を作るときなんかに使えたりしないかな。あ、でもね、私装飾品作りとかあまり詳しくないんだ。そんな急にそんなこと言われダメかな。あなたならとっても綺麗な首飾りが作れるって聞いたよ。仕方ないわね。そこまで言うならありがとう。あ、それとこの子も一緒にいいかな。別にいいわよ。首飾り作りなんて。さっきはごめんね。私あなたと仲良くなり、私も首飾り作りとかできないから教えてほしい。それいいよ。私の方こそごめんね。仲直りはうまくいったみたいだな。うん、二人ともずっと友達になりたかったんだよね。あ、そうだ。私から二人に伝えておきたい。ね、人にはそれぞれ違いがあるの。だからこれからはダナとかレナとか関係なく、その違い。そうなのかな。まだ大丈夫。私も少しずつ分かっていったから。そうなんだ。それじゃあお姉ちゃんにも今から私の得意な今から。あ、ごめんね。嬉しいんだけど。だからよかったら先に二人で作っててほしいな。うん、そうする。ありがとうお姉ちゃん。うまく仲直りもできたし、今回はリンネルもお姉さんって感じ。そうかな。なんだか照れるよ。でもね、あの子たちのことを見て思ったんだ。お姉さんじゃなくて友達としてそばにいたいの。ああ、リンウェルなら必ずなれるさ。リンウェルが頑張ってくれたおかげで
無事にあの子たちもな、うん、お互いの誤解も解けたみたいだし、ここから親友になっていくかもしれないよね。ええ、だけど逆にまたシオン、ごめんなさい、でもどうしても考えてしまうのよ。また同じようなことが起こった。シオン、ならば安心しろ。子供は喧嘩をして他人を知り言う。確かに子供は喧嘩をしてもすぐに仲直りすることが多いからな。そういうものなのね。私は子供の頃そんな経験なかったから。でも私たちもそうだったでしょ。時々ぶつかったりもしたけど、そしたら私もシオンと友達になれたんだもん。リンベル、ええ、あ、でもね、私がそういう風に思えたのは、あの子たちの仲直りを手伝えたのもシオンのおかげなんだ。ありがとうシオン、私と友達になってくれて。ええ、こちらこそ。あなたが私の友達で。今回のことでまたリンウェルは成長したようだな。ええ、後ろ姿も大きくなった。感じがするわ。なあキサラ、俺も成長期だし、リベルに身長を抜かされることなんてね。掃除、洗濯、朝を食わねば偉人ならざり。そうなのか。聞いたことないわ。やるしかない。やらせない。消えると交流レコだ。ぶっ飛べるぞ。大変だ。ぶっ飛ぶ。疲れたら、でも悪魔ギマンよ。そうね、誰でも変わらない。セッターは、なんとか勝てたわね。とりあえずはな。次も気を引き締めていくぞ。ああ、油断は大敵だ。どきなさい。私に任せて後ろに回れ。ぶっ飛べ。私なら受けてる。その次に。分かった。こっちの番だ。決めて。かけろ。なんとか勝てたね。この調子で進んでいこう。うん。無理せず油断せず。聞こえるよ。助けを求める声。この
あの男は、はぐれ者同士で傷の舐め合いって言ったわね。そんな言い方ありえないわ。二人とも言われたことを気にしていないといいのだけど。リンウェルもローも自分の過去に向き合った上で今は前を見ている。だが言われて傷つかないわけじゃないしな。少し気をつけて様子を見ておこう。ええ、そうしましょう。ロウ、大丈夫？あ、ああ、ちょっと執行隊員の時のことを思い出してな。俺もぐちゃぐちゃな気持ちのまま親父をこの手で捕まえて。もう悪い、今あいつを探すことに集中しようぜ。
え